面積が S である平面図形 D がそれと交わらない直線を軸として回転してできる回転体の体積 V は V LS で与えられます。ただし L は図形 D の重心が回転軸を中心として1回転した時の移動距離を表します。これをパップスギューダンの公式と言います。これを用いて次の円を X 軸の周りに1回転してできる回転体の体積を求めてみましょう。 n 心の面積 S は半径が5であることより求まります。円心の重心は中心と同じです。よって重心が X 軸周りに1回転した時の移動距離 L は円周の長さとなります。よって回転単位の体積 V が次のように求まります。